ちが5月病に悩む時期ですが、最近地方から上京して働く若者たちの意識に大きな変化があるといいます。都会の壁にぶち当たった若い女性たちの思いを取材しました。東京への特別な思いの胸に早朝の渋谷を歩く女性がいました。大学卒業まで青森で実家暮らしをしていた石川よしみさん22歳。彼女の職場はベンチャー企業に特化した就職情報を掲載する就活サイトの運営会社。ここも社員15人のベンチャー企業で今年は4人の新人を取りました。青森の大学でコンピューターのプログラムを学んだ石川さんはウェブデザイナーになるために入社。彼女には一つの夢がありました。ここっぽいんですけど、バンクになりたかったんです。東京で修行しようと思った。ビッグになりたい。かつてそんな夢を抱いて上京してきた若者たちがいました。昭和30年代、東京タワーの完成や新幹線開業など、まさに日本は高度経済成長期の真っ只中。当時上野駅には東京で大成するという野心を持った金の卵と呼ばれる若者たちで溢れていました。あれから半世紀、若者たちの意識は大きく変わりました。地方出身の学生が大都市で働きたいと考えているのはわずか 15%。 最も多い理由は地元が好きだから。石川さんもふるさとが大好き。彼女の思いは金の卵の若者たちと違っていました。私がなんか力をつけて青森に帰ってなんかしたらちょっとは青森も良くなるかなと。ビッグになって青森の役に立ちたい。しかし仕事はそんなに甘くありません。石川、はい、何をしてるの？はい、リストあるの？リストあるの？電話で上からこうかけてきて。指示されたのは電話での勧誘。就職サイトに登録している学生に電話をかけ、自社の就職説明会への参加を募る仕事。ウェブデザイナーへの道とは関係ない仕事に見えますが、今時の新入社員に対する大切な新人研修制度なのです。今はコミュニケーション能力って大事なので、そういうようなステージをこう用意すれば習得してくれる。しかしこの研修、石川さんにとっては大きな関門が。人材業界、いや業界したことないって言われて標準語使いません。鉛のコンプレックスから人と話すのが苦手になっていました。電話使ったことないです。電話使ったことないです、さすがに。あ、もしもし、私株式会社一発社の石川と申します。場所はですね、はい、はい、どうだった？ダメでした。先輩たちも通ってきた登竜門、彼らの前で失敗するわけにはいきません。石川と申します。石川と申しますが。そして10本目。はい、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。勧誘の成功に経験者の先輩たちの安堵の拍手。嬉しい。しかし喜びもつかの間、この後彼女にさらなる試練が降りかかります。21日やるじゃない、はい、でそこで石川にちょっと喋ってほしい。私が学生向けに。あ、はい。今度は電話越しではなく人前で。この高いハードルに、めっちゃ大変。石川さん大ピンチ。一方、将来地元でビッグになると言っていた22歳の石川さんは、お越しいただきありがとうございます。突然任された就職説明会の本番は3日後。彼女も最大の試練の時。目標がある人をと一緒に働きたいっていうので、と思っています。で、上司
師の前で予行練習をするもスムーズに言葉が出てきません。もうダメです無理もう一回自分の中で噛み砕いて自分の言葉で話せばいい。あめっちゃ大役、うん、悔しい、すみません。結構ね、東京弁で喋んなきゃとかいろいろこう何言わなきゃいけないってい う, こう固定概念とかはちょっと一回覗いておいて、自分がね話したいこととか一回整理して。就職説明会の司会者はいわば会社の顔、なぜ彼女にそんな大役を。住み心地のいい地元で暮らしていたいみたいな思考の方が多いので、学生にはそういうチャレンジ精神とかですね、そういったものが伝わるんじゃないかなと。なぜ自分は東京に来たのか。失敗したことで石川さんはもう一度そこに立ち返ることに。地方から来た学生さんとかもしいれば、どうしてそのわざわざ地方から来て東京で働いてるのかっていうところとかをお話ししてみたいなとは思います。しかしその思いを話すだけでいいのか、彼女は悩んでいました。そんな彼女を力づけるのは。これはお母さんのひじきですお母さんのきんぴらごぼうです。いただきます。母の味。部屋には実家から送られてきた品の数々、それは家族からの応援メッセージ。母とはね、応援してくれるって言ってました。お父さんは最初はやっぱり青森にって言ってたんですけど、その時になったら東京行ったらじゃあ飲みに行くぞみたいな、見て応援してくれてるんですね。泣いちゃう。就職説明会まであと3日、彼女には時間がありません。ついにその日を迎えました定員を超える就職希望者を前に、彼女はどのように語りかけるのでしょうか。石川よしみと言います。喋り聞いてると分かると思うんですけど、まあ、私の出身は青森です。自分のふるさとの言葉で伝える、それが悩んだ末に彼女が出した答えでした。最終的に青森に帰って仕事をしたいっていうふうに考えてたので、東京のベンチャー企業に入って修行していきたいな。担当の仕事はそれぞれ違うけど同じ目的を持って働いてるっていうことを伝えたかったんです。説明会は無事成功。青森から東京って